皆さんこんにちは、ゆうたろうとモンタロウです。今日はね、今草加市役所に来ています。草加市役所に、もうね、かなり暗くなってきちゃいました。ここで何をするかというと、実はね、北海道に行くもんですから、選挙のね、不在者投票にやってきました。モンタロウ君はね、選挙権をね、放棄しないので不在者投票やりに来ました。結構ね、皆さんこちらのね、投票会場にやってきています。投票場所はこちらということでね、ではモンタロウ君中に入っていきたいと思います。今モンタロウ君はね、投票が終わりました。結構ね、皆さん関心が高いみたいで、たくさん人が来ていました。私たちもね、北海道に行かなければ、不在者投票はしなかったんですけども、北海道に行くということで、ただね、選挙権は棄権しないので、毎回ね、我々は投票に行ってます。皆さんもね、ぜひ投票所に足を運んで、自分のね、意見をこの一票に込めてください。皆さんこんにちは、ゆうたろうとモンジローです。今日は令和3年10月の29日金曜日です。10月29日はカツ丼祭りということでね、今モンジロー君はセイコーマート、埼玉のね、八潮市にありますセイコーマート星野さんにやってきました。ここはね、セイコーマートで最南端のお店ということでね、私の動画で何回も紹介しています。今日はまだね、5時半なんですけども、もうね、空は真っ暗です。このようにしてね、もう看板もついています。カツ丼祭りということでね、モンジロ君は楽しみにやってきました。カツ丼買ってね、お得にジュースをもらえるということ、ジュースじゃなくてね、飲み物をもらえるということで、もうちょっとね、楽しみにやってきました。実はね、今、モンタロウ君が、不在者投票してきました。明日からね、いよいよ北海道に行くということでね、モンタロウ君は選挙権をね、無駄にしないためにも、投票にね、不在者投票にね、行ってきました。それからね、今日は、この、モンジロ君の未来図。ちょっと暗くてわかんないんですけども、スタッドレスタイヤ履きました。モンジローが今日のね、スタッドレスタイヤを買って一回も使わないままね、眠らせていました。今回はね、先ほども言いましたが、明日からね、いよいよ大洗からサンフラワーに乗って苫小牧に行きます。苫小牧からね、留萌の方に行って、それからね、札幌の市内をけ取材しながら、いろんなね、セイコーマートを回ったり、その他鉄道関係のね、取材をしてまいります。ではね、カツ丼祭りでカツ丼がなくなってはいけないので、カツ丼を買って帰りたいと思います。今モンジロ君はね、買い物が終わりました。無事ね、カツ丼が買えました。今日はね、カツ丼の他に生姜焼き定食だとか、豚丼がね、たくさん置いてありました。でもね、今日はカツ丼を買うと飲み物がもらえるということで、モンジロ君はね、カツ丼を迷わず買いました。ではね、今日はどんなものをね、モンジロ君が買ったかね、ご紹介します。さっきモンジロ君ね、ちょっとこのね、アスファルトの上に落っこっちゃったんで、顔はちょっと腫れてます。ではね、モンジロ君は今日何買ったかご紹介します。まずね、今日はメインのカツ丼ですね。カツ丼祭り、大盛りしかなかったんでね、大盛り買いました。今日は556円ということでね、大盛りのカツ丼買いました。それでね、クーポン券をいただいて、どうしますかって言ったんで、もうそのままね、くださいということで、クーポン券と交換でね、こちらの綾鷹をいただきました。それからね、
もうサイダーがなくなったのでサイダーを2本買いました。それから明日ね、もう北海道に行ってしまうのでいろんなものね買ってもしょうがないので、こちらのねたっぷり蒸し鶏サラダをね買いました。やっぱりねどうしても野菜が足りないもんですから、こちらのねサラダ買いました。それから明日のね朝出ていくときにですね、月夜のね照り焼きチキンエッグマフィンということでね、こちらを買いました。こちら伊藤パンですね。ということで、文次郎くんはね明日いよいよねサンフラワーで大洗からね苫小牧に向かいます。向こうではねひとみさんや、にゃんこママにゃんこ3兄弟ママさんパパさん、それからね、ペンチマンさん、レオフォルトさん、そしてね、今回はね、北海道のね鉄道で有名な宗谷太郎さんもね、来ていただけるということで非常に楽しみにしています。またもしかしたらね、キムリンオーディオさんも参加していただけるのではないかということでね楽しみにしています。このねセイコーマートを通して皆さんね一つにつながってセイコーマートのね輪が広がっています。ではモンタロウくんが失礼しました。今日はね、モンジロウくんがこのセイコーマートをねカツ丼祭りでカツ丼を買ってこのね綾鷹をいただいたというお話でした。ではねこの次は北海道のね、セイコーマートまたはね北海道の取材をしながらね動画を上げていきたいと思っていますので、またご期待ください。本日もご来店ありがとうございました。皆さんこんにちは、ゆうたろうとモンタロウです。でここはね、ガソリンスタンドです。Thank you.